NHK 放送技術研究所 NHK 放送技術研究所 NHK 放送技術研究所は日本放送協会以下 NHK が1930年昭和5年に設立した研究所で放送技術の開発を行っている所在地は東京都世田谷区木沼通称は NHK 技研毎年5月下旬には 同研研究究所の研究成果をを一般公公開開する、る。行っている放送用機材の技術開発を目的として設立。もともとは NHK の前身にあたる中央放送局の技術部。1930年には現在の放送技術研究所として日本の放送用機材の基礎研究や応用研究そして実現例を行う研究所として設立されたものである。 数々の放送用機材の開発を行ってきており、放送機材の研究開発においては、日本で唯一の研究所である。なお、実現においては、多くの放送機材メーカーとの共同研究の形で実施している。放送技術研究所の最大の目的は、放送機器開発が中心であり、放送用の TV カメラをはじめとして、現在では、 特殊撮影用 TV カメラの開発を実施している。主として技術研究所で開発した放送用 TV カメラとしては、超高感度カメラ、超高速度撮影カメラ、超低速度撮影カメラ、紫外線撮影カメラ、超マクロ撮影カメラ、気流を可視化するカメラなどである。システム化したものとしては、振動ブレ防止のヘリコプター搭載カメラ、お天気カメラ、 全天候型遠隔自動制御カメラ、深海海中撮影型カメラ、オートバイ搭載カメラ、地震発生時に局内を撮影する、自動カメラ、モバイル中継カメラなどである。その他、放送機器メーカーとの共同開発によって、緊急放送時に切り替えることができる、二重放送調整喪失システム、緊急放送自動喪失システムなどがある。 緊急放送は最終的には人間の判断が必要であるため、切り替えシステムの最終手段は人間の判断によって管理できるシステムとなっている。さらに、技術開発メーカーとの共同開発によって中継機材の開発なども実施している。上に掲げたシステム化した放送用 TV カメラは中継システムの軽量化などが重要であり、中継送り出しと同時に 機動型中継システムの開発なども行う。機構開発としては、ヘリコプターに搭載されることを目的として、放送用 TV カメラの三軸、完成安定指示システムや深海海中撮影用のケースなども、放送機材メーカーとの共同開発などにより実施。また、HDTV 時代に先駆け、各放送機器メーカーと共同研究会を組織して、 HDTV 関連の機器類の開発を行う。この時に生まれたデジタル VTR フォーマットが D1、D2 規格である。その後、D3 規格が開発され、マイケロデブを経て DVD やブルー、レイディスクにつながる。デジタル音楽時代の先駆けとなる研究も行った。ヘルベルト・フォン・カラヤン率いるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の第2回日本公演に、 際して、f m 製中継放送を実施したが、この時に配信する方式として採用したものが、デジタル通信方式である。具体的には、調整室までがアナログ方式であり、一部の FM 放送局へ配信する際には、PCM12bit24kHz で量子化を行い、変調方式は、FSK 方式で配信を行う実験を行った。また、 同時期に回転ヘッド型デジタル録音機器の開発を行い、1969年、昭和44年5月には、世界初の2チャンネルステレオによる PCM デジタル録音機の試作品を完成させた。後にこの技術は、日本コロンビアの技術陣に引き継がれて、PCM 録音装置及び PCM 音源の LP レコードの制作が行われる。 この回転ヘッド型 PCM 録音機は、後に DAT の開発、販売へとつながった。アナログハイビジョンの信号圧縮規格である MUSE、マルテプルサブ、ナイクイースト、サンプリングエンコーディング方式は、国際規格として採用されるには至らなかったが、世界における高精細度テレビジョン放送の技術、開発、テレビカメラや、受像機の高画質化、 高精細化を検引してきた。現在の日本のデジタルハイビジョンでは、ミューズ方式ではなく、ISDB 方式が採用されている。地上波デジタル方式に際しては、ITU やアーブへ提案を行ったが、現在日本と同じ ISDB 方式で放送が行われることになった国家は、ブラジルペリュー等の南アメリカやフィリピンなどである。これは、既存の映像フォーマット、アメリカ、 NTSC、US、ヨーロッパ、CCAM、p a l との整合性のほか、周波数帯域や地理的要因による受信環境の違い、政治的な要因などによるものである。また、ミューズ方式の地上ハイビジョン方式は、アメリカが州国ワシントン特別区において実験放送を実施したこともある。放送に関する技術開発は、 成果が出るまでに膨大な時間がかかることもあるため、受信料で運営される同研究所の活動には限界があるとの見方もあるが、日本唯一の放送技術の研究所として高いレベルの研究成果を上げている。愛知万博でも公開されたスーパーハイビジョンは機材の過半性に課題があるものの、4K、8K テレビ放送という高解像度動画記録と放送を実現しており、 現在国際標準化機構に提案を行っている。電気通信に関しての標準化提案は放送技術研究所の業務ではないが IP 放送を用いたスーパーハイビジョンの動画配信実験にも成功している。その他放送機材、視聴に関する材料技術から放送方式に至るまで幅広い研究を行っている。現在特に重視しているものが 人間科学もしくは人間工学に基づく通信と放送の融合を目指した研究開発を行っている。今後の研究課題としては高度な技術要求が求められるプロフェッショナル放送のための信頼性の高い技術開発をさらに継続することと簡便に活用ができる放送機材の開発、加えて障害者のアクセシビリティを高めた放送受信システムの開発を 各メーカーとの共同開発などによって継続していく。今後の技術開発の成果は、専門雑誌である、放送技術、電波科学、後にエレクトロニクスライフに解体しなどに掲載される。また、視聴機材を販売、修理などを行うもののために、関連企業である NHK 出版から、テレビジョン技術教科書、デジタルテレビジョン技術教科書などを刊行している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。